伊東屋ホテル遠いですね。今、泊まって、これから、出る、出発しようというところなんですけども、こんなとこちょっと外観を撮っとこうかなと思って、こんな感じです。で、どうしようかな。ですね、駐車場があって、その向こうには海が見えます。海が広がってます。あちらにプールがあって、なんか飼ってるみたいですね。鳩は、鳩をなんか飼ってるみたいですね、ここで。で、海岸に降りる道は、プールに出ると、海岸の寄り道が、こう、1階ですね、にあるんですけどね。こんな感じで、海岸に、岩だらけの海岸に、降りれます。あっちにはテドラボット、こちらには道路で、こう行って、白い高い、多分リゾートマンションだと思うんですけども、あちらが矢木沢ですね。この道路を向こうに行くとトンネルがあって、トンネルを抜けると、ホームセンターのコメリだとか、その先には、パチンコ屋一軒があります。で、こうですね、こんな感じですね。あちらに、どうなんだろうな。こんな感じですね。今日は天気がよく、天気いいですね、今日は。明日から梅雨になって、あまり良くない雨とか曇りだとか、そんなような天気らしいですね、明日から。というわけで、これでホテルの外観、ちょっとラウンジもちょっと撮ってみますかね。ラウンジもちょっと撮ってみます。オートバイがありますね。こんな、ツバメもあります。ツバメが、ツバメがいますね。あちらでヒナが飛ぶ練習をしてる、してるらしいですね。で、こちらが受付、売店で、浴衣、インターネットコースナー、タバコ、自販機で、ソファーがあって、これはピアノ飾り、白いピアノがあります。で、これこちらが製氷機ですね。製氷機で、階段を降りると、広いシャンデリアがあったね、大浴場が右でなってますね。ここはなんかすごい豪華な感じの場所ですね。こちらがカレーライス500円、フロントにてご精算ください。昼飯が増えるみたいですね。こんなとこですかね。天井も高いし。
いい感じになってます。ね。絵が飾ってあります。はい。そのとこかな。はい。じゃあこれで終わります。終わり。